ここだっけ、精霊の音。した想念の木、なんて幻想的な光景なのでしょう。おお、綺麗だな。それで力とやらを受け取るにはどうしたらいい？やはりダーナが受け取るのか。ううん、想念の力は摂理や理法とは相反するもの。私たちエタニア人が扱う理力とは対極にあるものだと思う。力を受け取るのはアドルさんにお願いしようかな。ああ、うん、よろしくね。アドルに頑張れ。さあ、アドルさんの力の象徴である剣を木の前に掲げてみて。進化した。ドルティン。おお！これがラクリモサを止める力なのですか。ええ、そして過去の種、全ての生きたいと願う意志。確かに普通じゃねえ凄みを感じさせる剣だな。これで準備は整ったということか。ええ、サライさんが待つオクトゥスへ戻りましょう。まっすぐ間ね、球体のところだね。を開けるということでしたね。うん、アドルさん、お願いしていいかな。あ、
つは。さすがアドルニー、その剣があればきっと勝てるな。これで最後の戦いか。ええ、皆さん参りましょう。いよいよだね、アドルさん。私たちも。今のはアドルニー、早く来る。どうした？全部終わったら話すね。何の用事を見たんだ。これからそうすかな。古代種、オケアノスよりでっかいな。あれが進化の摂理。ここまで来た以上はやるしかあるまい。行こうアドルさん、あなたならきっと大丈夫だよ。使って。よし、ガンガン行くぜ。
ここまで来たらやるだけだぜ。このまま突入しましょう。必ずラクリモスを止めてみせる。えいえい、おお、これが消える。ちょっとこの角度はきついな。エオスデエンドログラム。ようやくのご対面だね。アドルさん、行こう。最後まで足掻いて道を切り開くぞ。おう、ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。